こんにちは、デザインドリップです。今回はこのような植物シャドウとブラシテクスチャーを使ったインスタバナーの作り方を紹介します。はい、それでは始めていきます。まずは背景から作っていきます。あらかじめ用意しておいた紙の写真をフォトショップの方に持っていきます。で、こちらのサイズを横幅1080にします。はい、縦の位置はお好みで大丈夫です。はい、こんな感じにしてみました。で、こちらの色を変えていきます。色相サイドのレイヤーを作ってオプションでクリッピングします。色相をマイナス10、サイドはそのままで明度を30に設定します。はい、こんな感じになりました。ちょっと背景を白にしてみます。はい、こんな感じです。次にブラシの飾りを入れていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいたブラシテクスチャー1の方をフォトショップに持っていき開きます。で、こちらのオブジェクト選択ツールを選択してこのようにざっくりと選択します。するとこんな感じになるのでコマンド J で複製します。で、複製した方を先ほどのドキュメントに持っていきます。で、右クリックからスマートオブジェクトに変換して縮小します。サイズはお好みでいいんですが、今回は860にしようと思います。はい、まあ、大体で大丈夫です。こんな感じで置いておきます。こちらのブラシの方は閉じておきます。で、こちらを回転させます。右上をクリックして変形モードにして、シフトをしながら2回時計回りに回転させます。30度回転させます。はい、こんな感じです。背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにして、こちらと先ほどのブラシのレイヤーを一緒に選択して中央に揃えます。で、こちらから下に80ピクセル移動します。 1,2,3,4,5,6,7,8。 はい、こんな感じで大丈夫です。で、こちらにさらにブラシのテクスチャーを重ねていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいたブラシテクスチャー2の方の画像をフォトショップに持っていきます。はい、で、こちらも同じオブジェクト選択ツールでざっくりとこんな風に切り取ります。はい、こちらでコマンド J をします。で、こちらの切り抜いた方を先ほどのドキュメントに持っていきます。で、こちらのブラシの方はもういらないので消します。で、こちらを右クリックでスマートオブジェクトに変換して、今回は1440の横幅にしていきたいと思います。まあ、ざっくりで大丈夫です。こんな感じでいいかなと思います。で、こちらを先ほどのブラシテクスチャー1の方にオプションでクリッピングします。するとこんな感じになりました。位置はお好みでいいんですが、ちょっとこの白いところが見えない方がいいと思います。こんな感じで置いておきます。こちらの色を変えていきたいと思います。色相サイドのレイヤーを作ってオプションでクリッピングします。色彩の統一にチェックを入れて、色相を35、サイドを50、明度を10に設定して OK します。それとはこんな感じになります。次は写真枠を作っていきたいと思います。長方形ツールを持って適当なところをクリックします。で、400×520 の長方形を作ります。色は真っ白にしておいてください。FFFFFF の真っ白にしておいてください。で、こちらを背景レイヤーと同時に選択して中央に揃えておきます。で、こちらから左に170ピクセル移動します。シフトをして 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7。 で、さらに下に130ピクセル移動します。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3。 はい、で、こちらの白い四角形をコマンド J で複製して、まあ、グレーなど分かりやすい色に変えておきます。こちらを小さくしていくんですが、こちらのパス選択ツール、白い矢印のパス選択ツールを持って、こちらの上2つのアンカーポイントを選択して15ピクセル下に下げます。シフトを押して1回下矢印を押して、シフトを外して 1,2,3,4,5 5回矢印を押します。同じように左右も15ピクセル内側に持っていきます。で、下は80ピクセル上に移動します。シフトを押して 1,2,3,4,5,6,7,8。 はい、こちらで大丈夫です。次はこちらにテクスチャーをつけていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいたテクスチャーの写真を持っていき、こちらを縦にします。で、大きさはこのまま1080ピクセルのままで大丈夫です。で、位置は適当で大丈夫です。はい、で、こちらで下の白い四角形にオプションでクリッピングします。で、こちらの不透明度を 30% にします。するとこんな感じになりました。はい、こんな感じでうっすらテクスチャーがついたのがわかると思います。
で、今度はこの写真枠に影をつけたいと思います。下の白い四角形をコマンド J で複製して、下にできた方の塗りを888888のグレーにします。で、こちらを右上をクリックして変形モードにして、右クリックからワープを選択します。するとこんな感じの点々が出てくるので、右下の方だけをこういう風に引っ張ります。適当でいいんですが、こんな感じにして OK してみます。で、この状態でフィルターメニューからスマートフィルター用に変換をして、ぼかしのぼかしガウスを選択して、半径を10ピクセルにして OK します。で、こちらのはみ出した部分を隠したいので、また変形モードにして、ちょっとこういう風に内側の写真の枠に合わせるような感じで縮めます。これで OK します。するとこんな感じになりました。で、こちらの影を選択して、焼き込みリニアにして不透明度を 50% にします。もうちょっと影の具合を調整したい場合はこちらで調整してください。また変形モードにして、右クリックのワープからまた調整ができます。こういう風にちょっと右下の具合を調整してもいいと思います。はい。で、ちょっと左側の方をはみ出させてもいいかなと思います。このワープの状態で、この上から2番目の左の点をちょっとだけ左にこういう風にずらしたりすると、こんな感じで変化が出ていいかなと思います。この辺はお好みで大丈夫です。はい、こんな感じにしてみました。で、こちらの影から上のグレーの枠までをまとめてグループ化しておきます。で、こちらを複製します。コマンド J で複製します。で、こちらを今度は、右上に持っていくんですが、今回はちょっと数字を整えてみました。で、400ピクセル右に移動します。シフトを押して 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で、次は上に170ピクセル移動します。はい、こんな感じしてみました。で、写真を入れていきたいと思います。こちらの右の方のグレーの枠を選択して、あらかじめダウンロードしておいた目の写真を入れます。こちらの目元の写真を入れて、横幅を今回は540に設定したいと思います。この辺はお好みで大丈夫です。で、これをこういう風に持っていって、オプションでクリッピングします。こんな感じでいいかなと思います。次はこの左の方にコスメの写真を入れていきます。あらかじめダウンロードしておいた画像を持っていって、今回は横幅490に設定したいと思います。こちらもお好みで大丈夫です。はい。で、こちらでオプションで引っ掛けて適当な位置に配置します。こんな感じでいいかなと思います。で、こちらの写真を傾けていきます。右側のグループを選択して、右上をクリックして変形モードにして、上のこの角度のマークのところに5と入れてください。そうすると5度時計回りに回転しました。次はこちらの左のグループを選択して、また右上をクリックして変形モードにして、こちらの角度の設定エリアのところにマイナス5と入れます。そうすると反時計回りに回転がかかりました。こちらで OK します。はい、こちらで写真枠の作成は完了です。はい、次はテキストを作っていきたいと思います。まず罫線から作ります。長方形ツールを持って適当なところをクリックして、 980×2 の長方形を作成します。色は真っ黒、000000の真っ黒で大丈夫です。こちらと背景レイヤーを選択して、左に寄せて中央に寄せます。で、上に揃えます。こちらから80ピクセル下に移動します。シフトを押して 1,2,3,4,5,6,7,8 で、こちらをコマンド J で複製して、背景のレイヤーと同時に選択して下に揃えます。で、今度はこちらから上に80ピクセル移動します。シフトを押して 1,2,3,4,5,6,7,8 はい、罫線は完成です。次はテキストを打っていきます。フォントはインターステイト、こちら Adobe フォントにあるものです。こちらのライトでフォントサイズは20ピクセル、トラッキングを100に設定して、色は真っ黒のままで大丈夫です。こちらで2022と打っていきます。で、こちらを上の罫線より上の方に持っていきます。で、この2022をコマンド J で複製して、右の方にずらして、スプリング半角スペーススラッシュ半角スペースサマーと大文字で書いてください。気になるところがあればカーニングをします。文字が書けたら2022とスプリングサマーとこの上の罫線を同時に選択して下に揃えます。で、2022と罫線を選択して左に揃えます。で、スプリングサマーと罫線を選択して右に揃えます。で、こちらから2022とスプリングサマーのテキストを20ピクセル上に上げます。 1,2 こちらで上のテキストは完成です。今度はスプリングサマーの文字をコマンド J で複製して、下の線よりも下の方に持っていき、コレクションと書きます。
大文字で書いてください。気になるところがあればカーニングしてください。でこちらが書けたら下の罫線と同時に選択をして中央に揃えて上に揃えてください。でこちらから35ピクセル下に移動します。シフトを押して3回下矢印で、シフトを離して5回下矢印をします。はい、こちらで大丈夫です。はい、次はメイクアップという文字を書いていきます。フォントはスコッチディスプレイコンデンスド、こちらもアドビフォントにあるものです。こちらのイタリックで150ピクセルで、トラッキングは20に設定していきます。こちらでメイクアップと書いてください。最初の文字だけ大文字にしてください。こちらで適宜カーニングをします。はい、書けたらこちらの文字と上の罫線を選択して左上に揃えます。でこちらから右に20ピクセル移動します。でこちらからさらに下に80ピクセル移動します。シフトを押して 1,2,3,4,5,6,7,8。 はい、これで文字は完成です。最後に影を入れていきたいと思います。あらかじめダウンロードしておいた植物の影の写真を Photoshop の方に持っていきます。大きさはお好みでいいんですが、横幅1530で今回は設定していきます。でこちらを定山にして不透明度を 50% に設定します。こちらを右上をクリックして変形モードにして、シフトを押しながら左に回転させます。そうするとマイナス15度、反時計回りに15度回転がかかりました。こちらで左下の方に適当な位置に持っていきます。まあこんな感じでいいかなと思います。こちらにぼかしをかけていきます。フィルターメニューのぼかし、ぼかしガウスから半径を5ピクセルに設定して OK します。でこちらで位置なんかを整えます。はい、こちらで完成です。今回は植物の影の入れ方やブラシのテクスチャー使いを紹介しようと思い、こちらの動画を作成しました。少し手順が多く見えたかもしれませんが、慣れれば簡単にできるので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。